今回は松屋の限定でございます。元祖旨辛焼き牛めしとサムゲタン風スープということですね。松屋はね、限定のサイクルめっちゃ早いですよね、なんか。なんでまあ、しかもね、数が多いので、どれ食べようか迷うんですよね、毎回。紹介しきれないですよね。さあ、どれにしましょうか。まあ、しかし、気になったので、この元祖旨辛焼き牛めし、そしてサムゲタン風スープと。焼き牛めしっていうのがね、なんか惹かれますよね。牛めしを旨辛ダレで焼いた一品、香ばしい匂いが食欲をそそります。これはね、ご飯がめっちゃ進みますよ。ちなみにそんなに辛くはないです。辛さ控えめですね。そしてこの温玉を割っていただきます。肉にね絡めて食べると最高ですね。こんな感じで、タレと温玉がね絡んだご飯もねめちゃくちゃいけますよ。ご飯大盛りでもいいですねこれ。そしてこちらサムゲタン風スープと、味噌汁や豚汁ではなくサムゲタン出してきましたね。これはねぜひ食べておかないとですね。とろみのあるスープに野菜や鶏の旨味が溶け込んでます。めっちゃくちゃうまいですこれ。柔らかくね煮込まれた具も最高ですね。このねサムゲタンは定番にしてほしいですね。めちゃくちゃうまいんで、ちょっとこれは皆さんぜひ食べてみてくださいね。ご飯をつけて食べてもいいですよ。さて今回は松屋の限定焼き牛めしということでね、これなかなか美味しい限定ですので、ぜひ食べてみてください。今回の動画はここで終わります。ありがとうございました。